こっちに来とんかな、じゃあ。あ、ヤヒロさん、こっち。あ、でもこっちもリモコンって書いてますね。よし、準備ができました。では配管が、前のやつが2部4部なので3部5部にやり替えようと思います。外してくれてます。綺麗に外してくれてますね。これが付けた Z のやつ。これは前のやつ。ここに Z でしようかと思ってる。え、これ集中線。ありましたが、溶接やっとできそうです。今からして いろんなことがあってですね、本当は明日で終わりの予定も明日じゃもう終わらなくなっちゃいました。また詳細は明日か別の日にちょっと撮って説明したいと思います。とりあえず室内機は2台もう兄貴たちがしてくれて、今僕の溶接のとこを兄貴はチェックしてくれた後に保温をしてくれてます。リモコン線も通ったので、ああ
もうこのビル下鍵も閉められて、なんか社員通用口から帰らないといけません。外大雪が降ってすげえ寒いです。はい、今日という日が終わりました。現在9時13分になってしまいました。すいませんでした、兄貴、ありがとうございます。段取りが悪くてごめんなさい、すいません、本当。一応片付けもこんな感じでして、明日はこの室外機を屋上に上げて電源工事をしたいと思います。それでは今日もお疲れ様でした。さよなら、おやすみ。後ろに突っ張っとっていいか。あ、わかりました。こっちがちょっと引っ張るから。はい。機械はなるべく持たんでも、こうやって支えとっていい。ああ、わかりました。もう胸張れば張るほど、機械は持ち上がるけど。はい。
で台車持ってきて。あ、でもいい。レン君ごめん、先兄貴の後ろに乗って、兄貴が倒れんこと。重い方やけど。しょうがない。はい、上げます。はい。めちゃくちゃこれ便利。この安心感半端ない。これダイエットになります、ね、全身フィットネスや。めちゃ運べました。ありがとうございます。止めて OK です。電源はこれを使います。でこれ 3.5 スケなので次5馬力で、使用書見たら 5.5 スケって書いてたんですけど、うちに8スケの在庫があったので8スケで配線します。
今福岡の博多駅というところの近くです。タワーが見えますね。博多タワーです。今日はめちゃくちゃ寒いです。昨日の夜から雪が降ってきて、今雪は降ってないんですけどめっちゃ曇ってます。なんとか雪とかが降る前に終わりそうなので、残りあと少し頑張りたいと思います。間違ってました。これのせいですごい部品取り寄せてまた後日になっちゃいました。ビルマルからパッケージの取り替えの時は皆さん気をつけてください。あ、ちなみにこれ集中リモコンの線でした。これビルマルとか専門にされてる方はすぐ分かるんでしょうけど、僕これ連絡線と思って4芯じゃんと思ったらこれ2芯でこれ集中リモコンだったのでこの線は使えませんでした。昨日頑張って本当中終わらしといてよかったです。ありがとうございます。もうあんなんとかもう全然知らなかったんで全くできんかったですよね、あれやったら。いや朝来たらトラックがバーってあったからこれ絶対4階じゃないよねとか思ったら、はい、ということで取り付けが終わりました。ちょっと試運転は今日できないんですけど、その理由はまたちょっと別の動画を撮って皆さんにお伝えしたいと思います。とりあえずガスも開けてこの転倒防止もして終わりました。室内機も昨日取り付けが終わりましたので無事2日でエアコンの取り付けは一応完了と。で試運転はまた後日来週になると思います。その模様も動画でお届けできたら、お届けしたいと思いますのでまたよろしくお願いします。今回は、僕は見落としてしまったせいで今日終わりませんでした。まあまた動画撮りますのでよろしくお願いします。それでは皆さんバイバイ。それでは片付けして帰っていきたいと思います。めちゃくちゃ景色がいいです。天気も良くなってきて良かったです。昨日はすごい大雨と大雪だったのでどうなるかと思いましたが、で終わりました。では荷物をこいつらを下ろしていって帰りたいと思います。はい、今車に戻りました。今ですね18日の2時、1時半、ご飯食べずにして1時半に終わりました。昨日夜朝9時から夜9時半までかかったんでちょうど2日分ですよね。今日めっちゃ荷物の搬入あってたんで昨日室内機側終わらしてなかったら大変なことになってたと思います。いや工事の段取り日程この元請けさんとのなんかすり合わせとかその辺もなんかもっとこうスムーズになっていったらいいなって思いました。まあ、僕のチョンボもあったんでまたあそこの現場に最後仕上げと試運転しに行くんでその時もまた動画撮ります。疲れました。帰ってこのすごい荷物のゴミと荷物を整理して片付けたいと思います。それでは皆さんもお仕事頑張ってください。良いお年を。バイバイ。